はい、料理家の神田佳子です。今日はよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速なんですけれども、今日の料理の説明をさせていただきたいと思います。はい、お手元にレシピの方あるかと思うんですけれども、バターが溶け出すチキンカツということで、今日は豆腐の伝統的な料理なんですが、それをさまざまな EU 食材を使って皆様にご紹介したいなと思っております。メインになる鶏は、今日は日本の地鶏、阿波踊りを使っています。阿波踊りっていうのは日本で一番生産量の多い鶏で、四国の徳島の方で作られている鶏なんですが、普通の地鶏は、焼き鳥屋さんとかで職人さんが焼いて食べていただくとすごく美味しいと思うんですけど、ちょっとこう家庭でやると火加減が難しくて硬くなりがちなんですが、阿波踊りは割と柔らかい肉質なので、うまみもあって柔らかいので、お家でもお使いになるのにおすすめなので、今日の食材として EU と合わせる食材として、おすすめをしております。はい、先生、今日も EU の食材4つ使われているんですけれども、その中でフランス産のブールシャランと BDO、そしてオーストリア産のパンプキンシードオイル PGI と、同じく PGI のルーマニア産のマジョンドクローンを使われていますよね。こういった食材がレシピに与えてくれる美味しさなど、味わいなどを後ほどまたお聞かせください。はい、承知しました。はい、それでは早速料理の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速料理を作っていきたいと思います。今日は鶏の胸肉を使っていきます。こんな感じなんですけれども、お買いになるときに、今日間にバターを入れてそれを揚げてまいりますので、ちょっと肉が厚そうなところを選んで買うようになさってください。で、まずはこの皮を剥がしていきます。で、こういうふうになっていて、こっち側がちょっと肉厚なんですね。で、こっちの方はちょっと薄くなってますので、こっちは普通のチキンカツにしていただいて、こっちの厚みのあるところだけを使っていきます。こんな感じに切れています。ちょっと薄いところは少しして、今切り口がこんな感じになっているんですけれども、できればペティナイフの方がやりやすいと思うんですが、ここの厚みの真ん中のところに包丁を入れて、こう上下あんまりこうぶれないようにして、なので平らなところに置いて、まな板と平行にちょっと袋状に包丁を入れていきます。で、なるべく入り口は小さめにしてください。こんな感じで袋になっています。で、こっちも、で、こういう今こういう長方形になってるんですけど、思わずここに切り口入れたくなると思うんですけど、バターを奥の方に入れて、こっちを入り口の方を用事で留めたりするわけではないので、お肉だけをぴったりくっつけてそのまま揚げていきますので、こっちの長方形の短い方に包丁をこういう風に入れていただいて、袋状にしていただきたいと思います。ちょっとした底がコツになります。こちらも袋状になりました。で、レシピに書いてある一番の工程は、今日の
ルーシャランとあのバターを、少しトマト状に溶かしていただいて、すりおろしたニンニクとそれからレモンの皮と、パセリ塩を混ぜていただいて、それを冷蔵庫でしっかり冷やし固めたものです。それをこの口が小さいので入りやすいようにこのぐらいの1センチ角ぐらいに切っております。これが溶けた状態だとちょっと詰めにくいので、これをなるべく皮を破かないようにして奥の方まで詰めていただきます。それで入り口の1センチか2センチぐらいよりもちょっと奥の方に入れていただいて、お肉の部分がこうバターと重ならずにぴったりと口が閉じるようになさってください。感じでこちらの方もバターが入ってちょっとこんもりとしておりますが、こんな状態になっています。そして塩を振っていきます。軽く表面に塩コショウしていきます。ちょっとこれ滑るので、そうしましたら揚げ物のように小麦粉、卵、パン粉とつけていきたいと思います。この口のところが開かないようにちょっとどっち側の口かっていうことを認識して、ちょっとちゃんと口を閉じている状態で粉をつけてください。小麦粉はあんまり余分なものがつかないようにうっすらつけていきます。お願いいたします。いい感じの温度になってまいりましたので揚げていきたいと思います。160度から170度のちょっと低めの温度で2分半揚げていってください。今タイマーをかけました。先生、時間の方はそろそろでしょうか？はい、ちょうど2分半ほど経ってきましたので、これをまたひっくり返していきます。
今日油がたっぷりなのでひっくり返さなくても大丈夫ですね。少なめの油で揚げているときは2分半でひっくり返して、さらに2分半、揚げていくようになさってください。揚げすぎ禁物なのでその辺だけよろしくお願いします。これから、5分しか揚げないんですけれども、その後にホイルに包んで、ちょっと保温して余熱でこうしっかり火を入れて、うまい具合に火を入れていきたいと思います。それではここで、本日の比喩食材について先生に少しお話を伺いたいんですけれども、まず、地鶏の中に入れたフランス産のブールシャラント、はい、こちらは発酵バターですけれども、どのような風味があるのか、また、もし別のレシピに使うとしたらどのようなご提案があるのか、ぜひお聞かせください。はい、今日はブールシャラントという、まあ、ブールはバターっていう意味ですね。シャラントはっていうのは、フランスのちょっとボルドーのちょっと上の方かな、パリの下の方、南の方なんですけれども、非常に農業地域というか、そこの、まあ、PDO で原産地保証保護がついているバターになりますので、そこの地域の、牛を使ったバターになります。でヨーロッパのバターは日本と違ってほとんど発酵バターで、非常に風味が豊かです。なんか油っぽさがなくて、すごくミルキーで奥行きのある美味しさで、非常に軽いなっていう風にいつも感じて、ついつい発酵バターがあるとお料理入れすぎちゃうんですが、入れれば入れるほど美味しくなるなみたいな、そんなバターで、非常におすすめです。私はこの今日のバターが溶け出すチキンカツももちろん大好きなんですけれども、パスタをオリーブオイルの代わりにバターで作ったりします。ニンニクのペペロンチーニ のパスタなんていうのは、結構お家でやるとこう最後の乳化のところが難しいと思うんですけれども、バターでやると非常に簡単に、もバターが乳化しているものなので非常に簡単で、茹で上げたパスタをフライパンにちょっと温めておいたバターと、そのパスタの茹で汁、ヤプロが効いた茹で汁を入れて、それで混ぜて、たっぷりの粗挽きの黒胡椒を引くだけで非常に美味しいパスタができますので、そういうパスタも、バターで作るパスタもイタリアの方では あるらしいんですけれども、すごくそんなバターの使い方もおすすめです。パンに塗るだけじゃなくて、そんなタイマーがちょうどさらに2分半経ちましたので、これを揚げていきます。揚げましたらアルミホイルでちょっとかぶせて5分ほど保温していきます。バターの他の活用の仕方は、パンに塗るだけじゃなくてパスタなんかにもおすすめですし、ちょっとお野菜食べるのに使っても非常にコクが増してすごく美味しくなりますので、油っぽさがなんか少ないですね、発酵バターは。はい、とてもおすすめです。はい、ありがとうございます。そして先生、次はサラダの方に入られるんですけれども、はい、こちらではパンプキンシードオイル、オーストリア産とマジェンドプルーンジャム、はい、ルーマニア産、2つとも PGI の商品を使われていますよね。はい、こちらの、商品についてはどのような特徴がありますでしょうか。はい、まずマジェンドプルーンって、プルーンのペースト状のものですね。なんか 200g ぐらいのこのペーストを作るのに 1.2 キロぐらい のプルーンを使うそうで、砂糖も何にも入っていないピュアなプルーンピューレみたいな感じなんですけれど もうこれそのままでも美味しいので、なんか鉄分も含まれますし、濃ゆいアントシアニンで抗酸化作用もあると思われますので、私は毎日スプーン1杯食べたり、もちろんヨーグルトとかチーズとかと一緒に食べたりしているんですが、今日はドレッシングに混ぜて少しコクを出していくような使い方をしています。それからそれに混ぜていく、
とパンプキンシードオイルですね。これすごい色が鮮やかで、なんかちょっとまるでお醤油色っぽく見えるんですけど、ちょっとこう縁に緑色がかってるのがご覧いただけますか。あのパンプキンシードってパンプキンの種ですけれども、緑色ですよね。あのまんまのなんかオイルで、非常にナッティーな味わいで、すごい美味しいです。今日はこのパンプキンシードオイルの特色が分かるように、これだけでドレッシングを作っているんですが、ちょっとナッティーで結構濃ゆいので、オリーブオイルと合わせて少しナッツの風味を足すみたいなイメージでお使いになられるとより良いかなと思います。本当にアイスクリームにかけて食べたりしてもいいというふうに書いてあったりするんですが、なんかオーストリアでは伝統的なオイルみたいですね。だとまだあまり聞き慣れないんですが、先生が言ってくださった特徴に加えて、オメガ6、オメガ9などの栄養価もとても高いオイルとなっています。で、こちらで、白ワインビネガーと塩と、クルーンとパンプキンシードオイルを混ぜた結構どろりとしたドレッシングができましたので、これをサラダに混ぜていきます。今日は紫キャベツを千切りにして、冷水に放ってちょっとカリッとさせて、しっかり水気を切っているものです。それに、ナップエンドを茹でて、ちょっとカットしたものです。それではここで一つ会場の方から質問をいただいております。先生、はい、お願いします、はい、ブールシャランともし用意できない場合は、日本産のバターならどの商品がおすすめですかという質問です。日本産のカルピスバターとか美味しいですよね。あとは新潟のサボバターとかも非常に美味しいです。ちょっと新潟物産館とかに行くと一度買えたりするかと思うんですけれども、はい、どんなところでしょうか。ありがとうございます。ご試食はもう半分に切られているので、ちょっとバターがジュワッと溶け出すとか、そういうところは召し上がっていただけないかもしれないんですけれども、レモンとニンニクとパセリの風味が、胸肉なんですけれども、また使わずにとバターの成分でしっとりと美味しく召し上がれるかなと思うんですが、いかがでしょうか。さああと30秒ぐらいで5分経ちますので、これで盛り付けに入りたいと思います。できました。それですね。はい。先生ありがとうございます。ハーブのブールシャランのフワトゥが溶け出す地鶏のチキンカスマジョンドクルーンドレッシングサラダ添えが完成しました。お家で作っていただくと、ナイフフォークでこうやって切ると、バーッとバターが溶け出してくるような感じ。
感じにできるかと思いますので、ちょっとこう肉を切るところとバターを詰めるところがコツがいるかと思うんですけれども、そこをちょっと繊細に最初にバターを冷やしておいて冷たく切って、でそっとこう押し入れて、お肉が破けることなく詰めていただいて、口の方をぴったりお肉をくっつけて、そっと衣をつけて揚げていただくと、バーッとバターが溶け出します、豆腐の料理ができますので、ぜひ阿波踊りを使って、発酵 EU の発酵バターを使って、やってみていただきたいなと思います。パプキンシードオリーブオイルもどこかで見つけたらぜひ買ってみてください。すごい体にいいと思います。はい、先生、ちょうど、パンプキンシードオイルについての質問が来ているんですけれども、はい、本日の料理でパンプキンシードオイルを使う理由と、パンプキンシードオイルの他の使い方を一度何かありましたらお伺いいたします。はい、今日の料理で使うの、私も実はこの仕事をいただいてパンプキンシードオイルがあったので、これはちょっと使ったことがないなと思って試したくって取り寄せましたところ、非常にこの色が、もう本当この縁とかものすごい緑になってるんですけれども、緑色でもうなんかナッツの風味がすごくってちょっと驚きました。他のオイルにない特色があって面白いオイルだなっていうふうに思ったので、これをちょっとドレッシングで、ナッツとか別に入ってなくて、ただのキャベツとスナップエンドウだけなんですけれども、すごくコクが豊かになって、ベーコン入れたりチーズ入れたりとかしなくてもすごく美味しくサラダが召し上がれるので、今日は、はい、普通オリーブオイルとかね、サラダ油とかでドレッシング作るかと思うんですが、こちらを使ってみました。あとは他の食べ方だとどうでしょうね。ちょっとアイスクリームに混ぜたりっていうふうには申し上げてましたけれども、ちょっとパウンドケーキ作るときとかに混ぜ込んで焼いたりとかしてもすごい美味しそうな気はするんですが、ちょっとまだやったことがないので何とも言えません。はい、ありがとうございます。